楽旅京都新聞 TV 今日のお話、楽中楽外楽を旅する楽旅若村亮です。今日のお話は涅槃図についてお届けします。涅槃図とはお釈迦様の命日、涅槃の日にお釈迦様を偲んで営まれる涅槃会法要の際にかけられる、お釈迦様が亡くなる様子を描いた絵図のことを一般的に涅槃図と申します。涅槃図をかけ、多くの人が手を合わせ、お釈迦様の死を偲び、そして各お寺では涅槃会法要が営まれるということなんです。京都には大きなお寺があって、さまざま各お寺で涅槃図が掲げられます。東山新如堂では3月の1日から1ヶ月ほど大涅槃図が掲げられまして、かつて三井家の方々が奉納した色鮮やかな素晴らしい涅槃図が披露されます。新如堂の涅槃図は特に有名なのは、日本で一番動物の姿が多く描かれていると伝えられています。涅槃図には一般的にさまざまなお弟子様、仏様のみならず、動物までお釈迦様の死を偲んで集まっている様子が描かれています。その動物の数が日本で一番種類が多く描かれているのが新如堂の涅槃図ということなんです。さすが豪商三井家が奉納した大涅槃図ということなんです。ぜひその色鮮やかな華やかな涅槃図を新如堂でご覧いただきたいと思います。一方、日本で最も大きな涅槃図が披露されますのは天皇家の菩提寺泉涌寺です。3月の15日を中日としまして、14日、15日、16日と3日間にわたりまして、大きな涅槃図がお堂に掲げられます。その涅槃図の大きさ、なんと縦が16メートル、横が8メートルという大きな涅槃図で、あまりの大きさに泉涌寺の仏殿を持っても壁にかけることができず、天井から壁、そして地面へとこの字を描くようにかけられるという大涅槃図です。その大きさから細かなところまでご覧いただけますので、泉涌寺で3日間その大涅槃図を拝んでいただきたいと思います。一方、西陣にあります本法寺では長谷川等伯が描きました国重要文化財の大涅槃図が披露されます。こちらも高さ10メートル、横6メートルという大きな涅槃図で、今から400年前の絵師、長谷川等伯が描いたと伝えられています。3月の14日から約1ヶ月披露されまして、長谷川等伯の素晴らしい筆の運びなどを間近に見ることができます。その中に自ら、長谷川等伯自身が自らを描いた人の姿も見られるなど、大変見どころの多い涅槃図となっていますので、本法寺の涅槃図も一度お参りに拝んでいただきたいと思っております。今日のお話は京都のお寺で掲げられます涅槃図についてお届けをしました。